はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、鉄拳鉄拳です。はい、そして文中ちゃん、ようやくですね、運営さんの方で結構早く修正が入って、今ですね、この整合抵抗、ちゃんと致命虫後も整合抵抗がつくように修正が入りました。まあ、血栓もちょっと期待したんですけどね、整合抵抗ということで、はい、このまま今回ですね、ちょっと遅くなっちゃいましたが、治ったってことであれば、もう今日中にタイマン戦と分析後編動画やっていきたいと思いますので、ちょっと大急ぎでやっていきたいと思います。ちなみに私も iPad 壊れたと先ほど話していましたが、その後ちょっと家電量販店行って iPad ですね買おうと思ったら、まあ、在庫がセンターにしかないと言われて、しぶしぶ自宅に戻る羽目になったんですが、なんか自宅に帰ったら iPad 直ってました。こっちのバグも修正されたってことで、もう完全にリンクしてましたね。いやでも最近ちょっと動作本当に不安定なんで、そろそろ買い替えなきゃなといういい機会にはなりましたね。文中ちゃん気づきをありがとう。はい、とっさでタイマン戦いきましょう。はい、今回文中約3000万ですね、2900万で作ってきて、声援4の日月に細かいステータスはこんな感じの文中ちゃん作ってきました。まあちょっと文中はタイマンそんなに得意なキャラクターじゃないかなと、まあ影光剥がれちゃうんで、まあでも連撃に関しては 80% 超えのダメージカット機能あるんで、それなりには立ち回ると思いますが、火力も高くないんで、まあそこら辺も含めて見ていきますか。はい、として今回も SKG2 メンバーですね、はい、タイマンができるようになったんでやっていきたいと思います。はい、そして毎度おなじみアップギャラリーですね。放置少女に課金するのであればトップクラスに安く 15% 還元で期間限定で課金できるサービスで、その他放置プレイヤーにお得な特典もあるので、こちらのバーコードか概要欄から課金する際はアップギャラリー利用してみてください。はい、じゃあまずハー様からいきましょう。はい、エンテですね、弓将のキャラクター、まあ残影キャラクターで余計が得意ですが、 HP 上限勝ってるんで残影 HP に対して攻撃当たるんですね。はい、当たるんですが、威力がめちゃくちゃ強いかというと、どうですかね。メッセ壊して1回致命傷ぐらいですか、同格で。で、対して無効の威力ですね、めちゃくちゃ強くて、まあ、こっち武将じゃなくて防止なんですよね。まあ、こっちの攻撃も必中の部分はいいダメージ出してましたが、そしてスキル2があんまり当たらないと。はい、スキル1と違って必中じゃないので、まあ、そこが効いちゃってますね。はい、まあ、武将だったらこっちの必中攻撃キャラクターの攻撃で敵を追い詰めた後、敵の攻撃も受け止める度量があるんですが、防止なんで受け止める力がないですね。まあ、せっかく必中で弓将に強そうなんですが、当たったところからやっと勝負が始まって、その後シンプルに押し負けるという感じですか。まあ、スキルにも必中だったら勝てたんですけどね。まあ、そこら辺がおでんちゃんと必中に対する本気度が違いますね。はい、そしてちょっと弓将に解消するのを期待してたんですが、まあ、耐久面ですねの方がネックになって負けてしまいました。はい、じゃあミノさんいきましょう。はい、キョイちゃん、はい、タンクキャラクターですね。このキャラクター蓄力状態が常についてて、反射ダメージにはかなり強いので、あと状態性も結構あるんで、流血になってませんね、カウンターの整合援護で。なんで反射ダメージはもう全然受けてませんね、全然受けてませんが、流血になっちゃいましたね途中から。はい、ただこのキャラクター自力で自分の異常状態、スキル打ち終わった後とスキル打つ前ですねに解除できるので、一応流血なんか自ら癒して戦ってますが、結構流血カウンター食らっちゃってますね。でダメージに関してもちょうど 10% ぐらいのダメージに今回なっちゃってて、どちらにせよ火力足りないかなっていう感じはちょっとしますか。はい、スキルにはいい火力ですね。まあ、キョウちゃん正後抵抗キャラクターなんで範囲攻撃に弱く、このキャラクタースキル2が範囲攻撃から始まっていくキャラクターなんで、結構ダメージ取りますねスキル2の方は。まあ、スキル1がちょっと火力が足りないので攻めあぐねてますが、うん、いいっすね。こっちの方の火力はまあまあ出てて、あと封印ダメージなんかもこれバリアがついてるんであんまり目立ってませんが、バリアがなければダメージ与えてたかもしれませんね。まあちょっとキョイちゃんの場合ダメージを受けるたびに異常状態解除するんで封印が残らないんですけどね。で意外とタンクそういうキャラクター多いんで、まあ、封印残すダメージの出し方もタンクにはあんまり通じないかもしれませんね。まあ、ただキョイちゃんの攻撃が全然痛くないんで、まあ、流れ的には結果的に向こうの火力が足りないってことで押し込んで勝ちの形に、はい、19ターン目ここでひょいちゃん殴っていって落として勝利となりましたが、まあ、19ターンも粘られたらタンクの勝ちですね。もうちょっとやっぱり特にスキル1の火力が欲しかったですね。はい、じゃあ茨姫さんいきましょう。はい、しゆちゃん2900万同格ですね。いやースキル痛いで、めまいで足止めされてスキル2まで打たれました。でこっちのスキル1もうちょっと火力欲しいですねやっぱり。まあ、生後前剥がしなのはいいんですが、タイマン戦だとそんなにバフももらないんで、まあ、バフの差っていうのも出てこないので、まあ、やっぱりデッキ戦向けですね。はい、生後前剥がしがやや空回り気味かなといったとこですか。はい、また足止めされて、はい、7ターン目やっとスキル1ですかね。これで前剥がしいいですね。まあ、生後剥がしてはいるんですが、その後の火力がめちゃくちゃ高いかっていうと普通ぐらい、まあ、ちょっといいぐらいっていう感じなんで、まあ、スキル2は結構いい感じに伸びてますけどね。まあ、とはいってもスキル2も爆発的に強いかっていうとそんなことないので、まあ、いまいち押し込みきれず敗北と。まあ、ゴリゴリのアタッカーって感じの動きじゃないですね。はい、じゃあライトニングさんいきましょう。アウグス、反射キャラクター兼アタッカーも動けるキャラクター、そしてカウンターの
流血に関しては状態状態性無視しながらつけに来るんで流血普通に食らっちゃいます。アーグス相手だとということで反射で落ちて、アーグスは苦手ですね。まあ、ただ蓄力で反射ダメージは少しは封じることができてるんで、まあ、そこはなんとか頑張ってますが、まあ、アーグスの場合アクティブスキルも強いんでそこが痛いですね。ただアーグス復活回数そんなにないんで、はい、もうあと一発落とせば勝ちです。いいとこまで行ったんですが、もう一踏ん張り火力が欲しかったですね。そう、火力がもうちょっとあれば結構勝ってる試合多かったかなと思います。5ターン目で殴られて負けと、はい、こっちが先手だったら勝てた可能性ありますね。まあさすが反射キャラクターに強いだけあって、まあまあいい勝負でした。これ多分デッキ戦だったらバフ積んで向こうのバフは剥がして殴れるんで解消する可能性ありますね。はい、じゃあビシャモンテン行きましょう。はい、ビシャモンテン3200万、ちょっと格上ですね。はい、1回落とされて、はい、こっちのスキル1、さあ玉壁壊すところから始めていって連撃6回落としきれませんでしたね。で向こう狂乱必中ですね。ただ向こうも火力そんなに高くないんで、はい、全部防ぎ切ってこっちのスキル2、これが結構威力が高いです。1回落として多聞島と帰ってきました。あ、多聞島で落とされちゃいましたね。はい、2巡目見ていきましょう。ビシャモンテンのスキル1、はい、結構連撃耐えてますよね。まあ柔らかくはないですね。影光が剥がれちゃう影光でも、そしてこっちのスキル1がちょっと火力が足りない。はい、また多聞島で用意されちゃうんで多聞島怖いですね。あ、そしてカウンターでやられましたね。はい、そして、まあ、ちょっと格上ってのもありますが攻めきれず。はい、じゃあカロ太郎さん行きましょう。はい、リコーですね。リコーは弓将には必中で立ち回りますが、まあ、帽子にももちろん強いキャラクターで1回落とされましたね。ただその後影光でカット。リコー剥がしが苦手なんで、こっちの攻撃必中で殴っていっていいですね。ダメージ出して、ちょっと HP 満タンの時はリコーに負けちゃってますが、アイスにスキルにも当てましたね。まあ、スキル HP3200 万でやや負けちゃってるんですよね。 HP マウント取ってれば楽かなと思います。いや、ただやっぱり弓将の攻撃痛いですね。はい、5ターン目リコの攻撃、はい、これはしっかり受け止めきって、さあ1でも HP 減らせばいいですね。ここから必中、ただ火力がちょっと弱いか。せっかく必中なのに、いや、もうちょっと火力暴れてほしかったですね。スキル2も、スキル2の方がなんなら削ってますね。まあこれは生後全剥がしが機能としてあるんで、本当にバフの差を作って勝つっていう感じなんで、タイマン向けじゃないですね。はい、じゃあオーディン対文中ですね。生後全剥がし対決、まああんまり関係ないですね。タイマンだと全剥がしの部分、まあ、この復帰時のあれですね、道連れ反撃の封印なんかでオーディンの足止めて帽子のダメージ結構武将に効くんで痛そうではありますね。オーディンと比べたらやっぱり火力強いなっていう印象はありますね。まあ、ただオーディンがタイマン強いのは道連れ反撃がすり抜けで通るから強いんで、それが今回この文中はできないんで、まあ、火力が低いオーディンがタイマン強い理由の部分を持ってないんですよね。でスキル攻撃自体はオーディン以上に強いんですけどね。はい、ということでめちゃくちゃいい勝負ですね。さあオーディンの火力弱いっすね、本当に。いや、これでタイマン強いですからね、オーディン。さあ、お互い生後全剥がししながら殴っていくと、まあオーディンよりは火力出てますね。泥試合ですね。はい、スキル2がでも強いっすね。オーディン落として道連れ反撃も耐えてるんですよね。まあバリアがある程度大きなバリアの戦いなんでいい感じに耐えてますね。いやー、でもここで落とされて負けと、まあ、接戦でしたがあと一歩のところで負けとなりました。まあやっぱりタイマンはオーディン強いですね、なんだかんだ。はい、じゃあマドカさん行きましょう。200万こっちが格上で、お相手さん利子ですね。はい、花言葉が開幕4ターンあるんで燃焼や封印効かずに済みますね。はい、突然燃焼も封印もならず利子の抗議化を防いで、まあ、利子抗議化できないと耐久めちゃくちゃ脆いんで、まあ、こうなったらもうすぐですね。はい、スキル2の攻撃なんかも、まあ、致命傷まで届きますが、はい、封印返して、さあここからスキル2、はい、一撃結構威力ありますね。落として勝利と。まあ、これは攻撃化させなかったのが勝因ですね。はい、じゃあ萌音さん行きましょう。萌音さんの東博同格ですね。まあ、東博は一回落ちてから狂乱で戻ってくるタイプの武将ですが、まあ、一応帽子なんで武将にはなるべく勝ちたいところではあるんですね。はい、スキル1、はい、連撃にも現金機能はあるんで現金つけますが、狂乱状態で戻ってきてここからはデバフにならないので、はい、シンプルな殴り合いになりますね。ただしっかり影光で防ぎ切って、まあ、東博生後影光剥がせないんで、はい、剥がしができない相手だったら結構上手に立ち回れるのが、まあ、この文中ちゃんなんで、デッキ戦では周りにと組んで剥がれない影光にすれば、まあ、こんな感じの硬さしっかり作れるんでいいっすね。影光が剥がれない影光、剥がし機能がない相手だとしっかり耐えますね。はい、そしてスキル1でもやっぱり武将相手にはまあまあ火力は通りますね。言うても、まあ、さっきのオーディン戦もそうでしたが、はい、そして影光でしっかり耐久、影光壊れましたが落ちるとこまでは持ってかれずにこっちのスキル2、はい、威力の差ありますね。落としてラストですかね。さあ9ターン目、
一回ここで落とされて影効果、こっからが硬いですからね。はい、でこっちのスキル1はさあ届くか。いやーもうちょっとやっぱり火力欲しいですね。はい、影光でスキル2は耐えて影光壊れますがまた致命傷まで届かず、はい、こっちのスキル2でそろそろ終わりますかね。はい、トワクちゃん倒して勝利と。まあ早く明日の剥がれない影光でのデッキ戦が見たいですね。じゃあミノさんの紹介見ていきましょう。はい、紹介見ていきましょう。はい、まず花言葉で紹介の開幕めまい聞かず、ただスキル1飛んでくるんで結局麻痺にされて、はい、1回落とされましたね。で麻痺で動けませんが、はい、麻痺一旦の場合は解除できるんで、はい、行動前に剥がせるんでスキル1ですね打ち込みました。まあ、このキャラクターパッシブで行動する前に異常状態解除ができるんで、あ、そしてスキル1だけで落とし切りましたね。はい、これスキル1必中なんで残影で避けるのと夢中に隠れるのがこの紹介ちゃんの耐久の仕方なんで、その2つをこのキャラクター攻略できるんであっさりいきましたね。はい、じゃあカロ太郎さんいきましょう。はい、猛角2600万、ちょっと格下ではありますが猛角の2600万は耐久化け物なんで、まあ、どれだけダメージ出せるかですね。はい、スキル1、まあ無理ですね、硬すぎますね。はい、ただスキル2ですね、武将に対して防止のこの威力結構出てますね。1回落として、いやいい、スキル2の威力はいいですね。まあ、特に武将相手には防止の砲術ダメージかなり通しやすいんで、はい、猛角に2600万、しかもしっかりした猛角相手、声援装備の猛角相手にこれだけダメージ出せるキャラクターそんなに多くないので、もうこれは普通にいいです。いいダメージが出せてますね。まあ、これはデッキ戦でさらにバフを持ったらいい感じに猛角も落としてくれそうな気がします。反射耐性もねこのキャラクターあるし、まあ、カウンターの流血なんかも食らいづらいんで、はい、殴ってますが流血になってませんよね。なんであんまり猛角の反射ダメージも怖くないってことで、あ、これはめちゃくちゃいいですね。まあ、とは言っても怠慢だとやっぱり文中ちゃん自体の火力がそこまで高くないので、まあ、攻めあぐねてはいますが、まあ、デッキ戦でバフもらってどうかっていうとこですか。いつも猛角10ターンぐらいで列陣切れ起こすことが結構怠慢で多いんですが、しっかり列陣切れを起こすぐらい火力が低いわけでもなくダメージ届いてますね、致命傷まで。まあ、とはいうもののガチガチの猛角めちゃくちゃ硬いんで20ターンまでは逃げられちゃいますかね。いや、いいダメージ出てますけどね。うん、届きませんでしたね。20ターン目まで。結局は逃げ切られました。惜しかったですね。はい、じゃあお次、超津貝さん行きましょう。はい、朝。同じくタンクの2800万ですね。いや、スキル1が痛い。さあ、こちらのスキル1。どうか。はい、聖護、いろいろつけてましたが、全部剥がして。いやー、ぴったり回復されちゃってますね。まあ、これはちょっと 10% 付近のダメージになっちゃったのを呪うしかないですね。一回落とされて。さあ、スキル2の方の火力はいいですね。いいですが、ちょっと届かないか。はい、聖護抵抗キャラクターなんで、スキル2の途中からこのキャラクター連撃になっちゃうんで抵抗でカットされちゃうんですね。最初の2発はめちゃくちゃ通るんですけど、範囲攻撃なんで。で、スキル1はもちろん聖護抵抗キャラクターにはあんまり通らず、いや、ちょっと攻めきれてない感があるか。致命傷まで届かせれてませんもんね。ちょうどいいダメージになっちゃってますね。いや、こうなるときついですね。まあ、これもデッキ戦だと、敵の聖護バフを全剥がししてこっちはバフを持った状態で殴れば、まあ、さすがにダメージこっちがオーバーすると思うんで 10% 回復にこんな感じで阻まれることは少ないかなと思います。はい、これは泥沼なんで省略しますね。はい、じゃあマドカさん行きましょう。はい、マドカさんのマーリンですね。2700万同格マーリン。はい、風魂ダメージ飛んできますが、まあ、バリア環境での戦いなんで風魂ダメージで落ちることは、はい、ありませんでしたね。逆にマリン1回落として、さあマリンのスキルに1回落とされて、はい、スキルに影光で防げましたね。で、2ターン目で落とせるか。いや、いい火力。うん。2ターンで周りに落とすのはなかなか。はい、じゃあネギ泥棒さん行きましょう。はい、大谷氏ですね。嫁化した大谷氏。まあ、大谷氏も火力あんまり高くありませんが、でも1回落とされて。さあ、こちらのスキル1。いや、硬いっすね、大谷氏。あんまり効いてませんね。まあ、ただ、大谷氏の反射ダメージに関しては、こちら、蓄力で反射耐性ついてるんで、全く反射ダメージが効いてませんね。まあ、大谷氏の特技である反射を封じれば、そんなにもう大谷氏、怖くないので。はい、まあ、これは、自利品で勝てそうですね。はい、5ターン目大谷氏の攻撃、もう1回落とされちゃいますか。で、影光も剥がされちゃう、剥がし機能が大谷氏あるんで、で、やっぱり硬いですね。反射ダメージは全く怖くないんですが、硬さがちょっと厄介ですね。1回落として、はい、帽子としてはもうちょっと早いペースで落としたいとこでしたが、でも6ターンならまあ十分か。まあ、結構武将にはマウント取りがちですね。ちゃんと帽子らしく。おでんは無理でしたが。はい、じゃあネギ泥棒さんの坂田金時いきますか。はい、戦力2500万に合わせて、まあ、金ちゃんは対魔戦そんなに得意じゃないんで、1回落として、2回目落として、3回落として、スキル2で終わっちゃいますかね。終わっちゃいましたね。うん、武将にはダメージやっぱり伸びますね。はい、じゃあ、超津貝さんのフレイヤー行きましょう。はい、フレイヤー防止のタンクになりますが、1回落として、まあ、このキャラクター、カウンターの虚弱ですね。
うまくつけれてなかったので、こっちの火力を落とすことが今できておらず、まあ、今の花言葉が効きましたね。はい、その間に攻めていって、いや結構いいダメージ出した。あ、2ターンで倒した。はい、巨弱に失敗させたことでフレイヤーの、まあ、フレイヤー敵に激怒や巨弱つけることで耐久するタイプなんで攻略できましたね。タンクに結構強気に振る舞えますね。やっぱり蓄力キャラクターそういうところもいいですね。はい、そして文中ちゃんいかがだったでしょうか。まあやっぱり火力があんまり高くないっていうところ、そして影コンも怠慢だと剥がされてしまうので、まあ、結構負け試合も多かったですが、まあ、デッキ戦だとその弱点をマーリンとかと組んで解決できるし、まあ、火力の低さもバッファー使ってバフを盛れば向こうのバフは全剥がしした上でこっちバフ持って殴れるんで、まあ、デッキ戦まあまあ活躍しそうな感じはしますね。まあ、ただやっぱりどこまで行っても高火力キャラクターってわけではないので、まあ、明日のデッキ戦は、まあ、主力マーリンのところに準主力として文中ちゃんですね入れる形にしようかなと思いますね。マーリン主力でそのサポートに回った場合どうなるかっていうのを見たい人の方が多いかなと思うので、まあデッキ戦の方は準主力ポジションでやっていきたいと思います。はい、まあ、ちょっと主力の方が見たいっていう意見が多ければ変えるかもしれないので、コメント欄でどっちがいいか言っていただけると嬉しいです。はい、そして、まあ、明日のデッキ戦楽しみですね。はい、タイマンの方は武将にマウント取れて弓将がちょっと惜しかったですね。攻撃は当たるんですけど向こうの攻撃も痛いっていう感じだったんで、まあ、剥がれない整合影光にしなきゃダメですねやっぱり。はい、そしてまた明日歴戦やっていきましょう。で今日この後夜に分析後編動画も出していくので、そちらで一旦のこのキャラクターの投用判断ですねなんかの話もしていくので、あと戦役だったりボスの強さランキングなんかも出していくので楽しみにしててください。はい、ちょっと遅くなっちゃいましたが駆け足でいきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。押す。